男性はこんな瞬間に別れた彼女とまた会いたいと思うんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問、ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が別れたにもかかわらずまた彼女に会いたい、また彼女と何かしらの関係を持ちたい、そう思う瞬間はどんな時なのか、今日はそのポイントを5つご紹介をしていこうと思います。別れる以前にね、そもそもなぜ彼があなたに対して恋愛感情が冷めてしまうのかという話については過去にね、こういう動画でご紹介させていただいたことがありますので、今ねまだ関係が続いていて別れる前であるならばこのあたりちょっと見ていただいてね、そうならないようにちょっと今のうちから修正できるところはね修正した方がいいかなと思います。こちらに画像が出ていてね、こちらにリンク先も出ています。まあ、この動画に限らずね、関連する動画このチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、関連する動画も合わせてご覧になっていただきたいと思いますが、まあ、今日は、実際に別れてしまいました。あなたとすればね、もうちょっと彼に全く興味があるかないか分かんないんですけども、彼の方がねまたあなたに会いたいなと思う時はどんな時なのか、そんなお話です。もちろん個別具体的に見ていくとね、まあ当てはまるケースもあれば当てはまらないケースもあったりするので、じゃあこういうケース、ああいう場合はどうなんだという話については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄の方にこれはリンクが出ていますから、そちらの方からねホームページに飛んでいただくとか、こちらにも同様のリンクが出ています。こちらの方からね、ご希望の日時とご入力いただいてお申し込みください。若干近々の日程が混み合っていて、ご予約がね少し取りづらいみたいなので、少し先の予定をね余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は別れた男がまた彼女に会いたい、それはどんな時なんでしょうか、というようなお話です。5ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、綺麗な別れ方をしたね女性のことは、まあこれはねぶっちゃけ言うといつでも会いたいと思いますよね。綺麗な別れ方、まあ別れ際がね、まあ美しくということではないにしろ、まあぐちゃぐちゃじゃないですね。まあお互いのことをまあ思いやりながら、まあそれぞれね別の道を歩むことになったけど、まあ幸せになってねと、体を大事にねと、今までありがとうと、まあ途中いろいろあったけどね、まあお互い肉々しいと思ったこともあったけど、まあ、最後は綺麗にさ終わりましたということであれば、やっぱり最後の印象ってね、みんな一番心に残るわけで、その時の印象残ったまんまだから、やっぱり彼女良かったよね、やっぱり彼女と一緒にいた時間って貴重だったよね、あその時間って本当に価値があったな、そう思うからやっぱりいつでも会いたいと思うんですよね。男の人というのは常にね、別ファイル保存、まあ他にこれがいいかどうかっていう問題はあるけど、他に彼女ができてもね前の彼女のことは忘れないんです。女の人が男に残した爪痕っていうのはね消えないんですよね。残念ながら男の人がね、女の人に爪痕残そうと思っても全く残んなくて、時々少しぐらいはね残るんでしょうけど、全くね綺麗さっぱり消えてしまうんでね、残念ながら女の人は女の人でね、もうあんたのことは知らないっていうことになってしまうことが往々にしてよくあるんだが、男の人はいつでもやっぱりね一度でも関わり持って付き合った女性のことはね忘れないんですよ。じゃあその忘れないなりにどういう人にやっぱりまた会いたいと思うか、いつでも考えてね、いつでもまた彼女と機会があればね、またそういう状況や環境が整えばやり直してもいいかなって思うかっていうと、やっぱりね綺麗な終わり方、最後の最後はね、残念だけどしょうがないよね、じゃあ頑張ってねということで、終わっていかれるお相手のことは、まあ、割とねやっぱりポジティブに考える。しかし逆にね、もう最後の最後までもグダグダダラダラ、もう何が何だか分かんないし、最後の最後はねあなたが包丁を持って彼をかけ回したみたいな、まあ、そんな話になってたらさ、もう二度と会いたくないし、ちょっと関わりたくないなっていうふうに思うじゃないですか。それは逆の立場でもそうで、あなたもね真夜中にさ家にピンポンピンポン来たりとか、夜な夜なね追っかけ回したりとか尾行してくるような男、別れた後にですよ、別れ話の中
で、そういう男とさ別れた後にまた会いたいかって絶対思わなくて、もう二度と、ね、関わりたくないし、もう名前聞いただけでも鳥肌立つわみたいな、まあそんな風になっちゃうじゃないですか、仮に記憶として残っていてもね、だから彼は、まあ男性はね、多くの場合過去付き合った女性っていうのは全員覚えてはいるし、いつでもね本当は会いたいと思う。それはでもネガティブな印象を持ってる人ではなくて、最後の最後はねやっぱり綺麗に終わった人だから、最後はね、執着すなというお話、別れ際はね綺麗にした方がいいんじゃないですかというお話はね、いつもいつも申し上げてます。執着してね諦めなければなんとかなるみたいなね、適当なこと言う人いますけど、自分がそれやれたらどう思うかって話だよね。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクかけて出てます。執着はね手放した方がいいって話ね。自分だってね、好きじゃない人と別れて、その人に執着されて追いかけ回されて、ね、俺は諦めないからお前が好きじゃ言われても、いやいやもう無理だからって話で終わっちゃう話なのに、自分が逆の立場だったらね、それをやってもむしろね、こうお相手に対してネガティブな印象しか残らなくて、まあ、せっかくねやっぱり会いたいとか、まあ、あなたのことを記憶にね残すことが、鮮明に残すことができたとしても、それはポジティブではなくてネガティブな記憶になってしまうから、だから最後の最後はね綺麗にお別れをしましょうと、まあできればそうならないことが一番いいんだけど、まあ結果的にねでも別れることになってしまったんであれば、それは受け入れざるを得ないからさ、もうそこはね、お互い最後は笑ってね、腹の中ではこんちくしょうとかね、バカしねとか思っててもいいんだけど、でもそれでも一応心の中では、心の中でそう思ってても対面上はね、綺麗にねさようならというふうにした方が、その分彼はねいつでもまたあなたに会いたいというふうに思ってくれますよね、というお話です。さあ、そして2番目です。はい。これはね、いい意味と悪い意味と両方あります。都合が良かったお相手ですよね。都合が良かった。まあ、まずいい意味からいくと、まあ、あなたと一緒にいることによってね、まあ、いろんな問題を解決することができた。あなたから学ぶことができたりとか、彼にとってね、あなたの存在が自分自身を成長させていくブースターになっていたっていうような、そんな関係性があったりすると、やっぱりね、そういう人との関係って、あとになっても大事だったなっていうふうに思うし、また自分がねもっともっと成長していきたいなと思った時に、やっぱり彼女の力を借りたいな、彼女と一緒にいたいなっていうふうにそれは思うじゃないですか。だからそういう意味でね、まあ彼だけじゃなくてあなたに対しても彼が、あなたの成長のためのブースターになっていて、まあそれによって彼もね自己重要感が満たされるというか、自己承認欲求が満たされて、まあ、あなたのために役に立てられていた。彼女にとって俺ってすごく必要な人間だったんだよね、俺を必要としてくれる人間って他にいないよね、そう思うからまた会いたいなと思うし、またね、自分自身って本当俺って何かできることってあったかななんていうふうにこう迷いが生じた時に、あでも俺の力で彼女はこういうことできたわけだから、またね彼女と関わり持つと俺の活躍の場がそこにあるかもしれない、そんな風に考えたりもするわけですよね。まあ、そういう意味でのね、都合の良さ、お互いにとってプラスな意味でお互いを成長させるような関係性だった時、そして自分自身がねまたさらなる成長したいとか、誰かの成長のための力になりたいと思った時に、それはあなたのことを思い出しますよ、一番その印象がね残っていたから。しかしネガティブな面っていうのもね、今申し上げたようにありまして、この都合が良かったっていうね、もう単純に、もうあなたが彼の言いなり、自分が会いたい時に声をかけたら、すぐ会いに来てくれるとかね、まあ、自分が会いに行ったらすぐ家に入れてくれるとか、体を求めたらそれをすぐ受け入れてくれるとか、まあ、金貸してくれてたらね金貸してくれるとか、ご飯作ってたらご飯作ってくれるとか、まあ単純に、まあ奴隷というとね言い過ぎかもしれませんが、完全に彼の言いなりになっていて、彼にとってめちゃくちゃね都合がいい女という扱いをされていれば、別れた後もねちょっとあいつすごいから連絡してみるかな、いや今日はちょっと寂しいし人肌恋しいからちょっとあいつに行ったろうかなみたいなね、まあ、そんな扱いになってしまいますよね。だからまあここはねどういう意味合いで彼があなたに連絡をしてきてるかっていうのは、まあおおよそわかるじゃないですか。それまでのお付き合いのことを考えればね、過去にもこういうお話差し上げましたよね。別れた男はなぜあなたから離れていかないのか、まあいろんな理由があるんだけど、その多くはねやっぱりこうまあよからぬことを考えている人が多かったりするから、まあ、そこはねお気をつけになった方がいいですよっていう話、こちらに画像があってこちらにリンク先が出てますから、この話をねちょっとこう思い出していただきたいんだが、だからあなたがねお付き合いしている最中にお互いを成長させ合えるようないい関係だったからこそ、
都合が良くなって、まあ、都合がいい関係でね、またあなたのことを思い出し、そしてあなたと関係を深めていきたい、また会いたいなというふうに思うケースもあれば、一方で単純にね、いわゆる都合のいい女扱いをされることによって、また会いたいなと思われる場合もある。まあどっちがいいか悪いかさ、それはもう言わずとも分かる話だとは思うんだが、じゃあね、お付き合いをしている最中にどういう立ち位置で彼と関わっていけばいいのかっていうのはね、考えた方がいいし、そして別れた後に、自分がね、付き合ってる最中に都合がいい扱いをされてたなって思うようなお相手から連絡が来たら、それは会っちゃダメだし、会う以前にね、そんなやつ相手にすんなっていう、そういう話なんでね、まあそのあたりをちょっとよく覚えておいていただくといいと思います。さあ、そして3番目です。はい、まあこれはね、ちょっとまた会いたいなとか思っちゃいますよね。やっぱりこう幸せになっている噂を聞いたり、幸せになっているね、ことを知ると、まあこれもね、2つの意味で、1つはやっぱり良かったねって心から思って、自分が関わった人間が幸せになっている姿を見れば、それはそれでね、嬉しいじゃないですか。ありがたいな、俺と関わった結果ね、まあ最後は良くなかったかもしれないけど、でも幸せになってくれた、それは本当にね、嬉しいなっていうふうに思う。できればね、会って、まあなんかね、一言祝福の言葉でも述べたいなとか、また何か力になれることがあるんであれば力になりたいな、まあ2番にも言ったようにね、お互いが都合いい関係でね、ポジティブな意味での都合のいい関係を築いていくことができれば、いいよね。それに何よりね、あなたがこう幸せになっているということは、彼に対する執着とかが一切なくて、完全にまあお互いね、50-50の立場で会って話をすることができる友人としてね、また過去そういう関係であったかもしれないけど、今は普通のね、まあ例えばビジネスパートナーであるとか、まあ何かね、共通の趣味の仲間として、まあ会うことができるし、まあ会えればいいな、あなたが幸せになっていればねっていう、まあそんな話をね、聞いた時にはやっぱり、会いたいなっていうふうに思うことはある。一方でね、これはまあ男性特有のやつで、やっぱりちょっと婚畜症感というかね、何っていう、持っていかれたか他にとかね、あなたが結婚したとかね、他の男と付き合い始めたって聞くと、まあこの辺がね、ざわざわ、何なんだ、なんだ俺のものをみたいなね、先ほど申し上げたように、男の人っていうのは一回ね、自分がお付き合いをしてしまうと、やっぱりどうしてもね、こう自分のものっていうわけじゃないんだけど、やっぱり自分がね、一番最初に優先権があるものだというふうに勝手に勘違いをしているケースがあったりするんで、それをね、やっぱりこうもうとっくの昔に別れてるくせにね、他の男と付き合い始めたって言ったら、何ちょっとそれは許せんなみたいなね、お前に許す権利があるのかっていう話ではあるんだけど、そういうふうにね、考えてしまうことがあるんです。だからちょっともう一回会ってね、そんな男と付き合っちゃあかんと、もう一回俺と付き合えというふうに言いたいな、別に付き合う気がなかったとしても、そんなに好きじゃなかったとしても、やっぱりね、そう思ってしまうことが、あるよねと。あなたたちにしてみればね、は、何言ってんの今更と、私あんたよりいい男と付き合ってんだから全然知らんわ、この人のところお嫁行くんだから別になんか気持ち悪いみたいなね、思っていたとしても、まあ、彼の方としては、まあ2つの意味でね、今言ったようにポジティブな意味で祝福の気持ちを持ってね、あなたとお会いしたいとか、また関わりたいって思うケースと、もしくは、なんかね、持っていかれた感っていうか、まあ別れた彼女をもうすでにね、亡くなって自分のところにはないはずなんだけど、また奪われた感じがしてね、この奪われたものを取り戻すという、よくわかんない、だったら最初からもっとね、早くにスイッチ入れとけよっていう感じではあるんだが、そこで初めてスイッチ入るみたいなね、まあそういう人もいたりするので、まあそういう時はあなたにまた会いたいというか、復縁したいかどうかっていう話とはね、ちょっと違うかもしれませんけど、あなたのことは気になるよねというお話です。さあ、そして4番目はこちらです。はい、まあこれは男性も女性もあるあるで、今の相手に不満を感じた時というのは、まあやっぱりね、思っちゃいますよね。特に、まああなたとの関係がね、あまりに良好である、もしくは、今お付き合いしているお相手があまりにもちょっとね、不満があると、別にその新しい方がそんなに悪い人っていうことではないんだけど、やっぱりそれまでね、あなたとの関係が良好すぎたりとか、まあお互い居心地が良すぎちゃったりすると、どうしてもね、過去のものが良かったように見えちゃうんですよね。言うほど良くなかったんですけどね、これは男も女もそうですよ。私たちは過去をどうしても美化して考えてしまう、そして今
目の前にあるものがあまり自分にとってね納得のいくものじゃなかったとすると、過去はそんな良くなかったものでもこっちが過去はよく見えてしまっちゃったりするんですよね。だから、今はね新しい人とお付き合いしてるんだけど、まあどうもうまくいかなくてみたいなね、ことで連絡をしてきてね、また始まっちゃったりするケースもあると。ただねこれは今言ったように過去って大概美化されてるだけだから、あそうなんだ、今の人とうまくいってないんだったら、じゃあもう一回私やり直そうよなんてね、やり直してみるでしょ。そうすると結局別れてる関係だからさ、またうまくいかなくなるんだよね。で、あやっぱりダメだった、もうやっぱりね今新しくお付き合いした方がいいわっつってそっちに戻ってっちゃったりとかね、まあこれが最悪のパターンは、だからねいわゆるこう不倫関係で昔付き合ってた男がね、他の女と結婚しましたと、で今の嫁さんとあんまりうまくいかないんだ、昔付き合ってたお前が一番良かったよなんて言われて、会い始めてそういう関係になりまして なった上でね、じゃあ今の嫁さんに不満があるんだったら別れて私と一緒になるのかなと思ったらね、全くならないっていうね、結局あなたとお付き合いをすることによって今の嫁さんとの関係が、あやっぱりこれ大丈夫だったんだっていうね、再確認をするためだけに使われるという最悪な事態になったりすることもあったりするから、まあ、そこはね気をつけた方がいいですよ。もちろんそうじゃないケースもありますよ。そうじゃなくて本当に今のお相手と不満である場合もあったりするし、だからまあそういうね彼の、まあ都合にあなたが振り回されていいんか悪いんかっていう問題はあるけども、まあただ男の人としてはね、まあ、女の人もそうなんだけど、今の現状に不満があった時どうしても過去にすがりたくなって、そういう場面で、連絡をしてきてしまうことがあったりとか、会いたいと思うことがある。ただそれは先ほどからね何度も申し上げているように、割とね過去美化された過去を基準に考えているので、まあ単にね昔のあなたとの幻を追いかけてるだけだったりもするから、まあ、あんまりそういう意味合いでねこう連絡をしてくる人とまた関係持っていいことあるかって言ったら、あんまりいいことないことの方が多いよねと。だから過去ね、まあごめんなさい、今お付き合いしてる人との不満とか全く関係なくて、一番目にも言ったように純粋に綺麗な別れ方をしていてね、でその上でやっぱり、まあ、あとは2番目にも言ったようにお互い都合がいい関係で、まあ、だったらね、もう一回やり直そうかなっていうお互いフラットな関係でそうなるんだったらいいんだけど、どうしてもね現状が不満だから、過去に逃げ込みたいみたいな、そんなノリでの連絡とか、まあ、あなたに会いたい気持ちっていうのはあんまり真に受けない方がいいんじゃないですかというお話でした。さあそして、5番目です。まあ、入れる必要もないんですけど一応入れておきました。会う必要があるから会いたいと思う、まあこれは本当物理的にね、まあ、あなたに何かねこう漫画本キングダムかなんかをね貸していて、あなたの部屋に全部あるからそれちょっと取りに行きたいから、家にいてとか、まあ、もしくはあなたからね、借りた、まあ、東京ラブストーリーの DVD かなんかをね、ちょっとこれ持って帰ってほしいからちょっと取りに来てとか、まあ、会わなきゃいけないよねとか、まあ、あとはもうご結婚されてらっしゃる方同士であればね、まあ、いろんな手続き上ね、どうしてもご両親というか、まあ、夫婦揃わなきゃいけない場面があったりもして、まあ、会いたかないけどね、まあ、とはいえ弁護士に代理で行かせるわけにもいかず、まあじゃあしょうがないから会うかみたいなね、まあ、そういう意味ですっごく消極的な意味合いでね、会いたい会いたいって言っていいのかどうかわからないけど会わなきゃいけないというような状況になることはありますよね。ただまあこれもさやっぱりご縁だから、まあそういうところでねなんか彼がネガティブな感情で会いたいだけなんじゃないかというふうに思うことがあったとしてもさ、まあこれ5番に限らず1番目から4番目まで全部そうなんだけど、まあそっからね些細なことでまた結ばれるご縁っていうのもあったりするから、まあそういうね物理的な事情であんたの都合で会いたい言われてもはぁみたいなことを言ってまたそこで関係悪化させるよりは、まあね一応事情が事情だったりもするんで、それはそれで快く受け入れて、まあ会ってる時は笑顔でさ、でまたそこでお別れする時にはね、まあ仕事も忙しいだろうからあんまり体無理しないでねとかね、大事にしてねとかね、まあ頑張ってっていうような一言二言添えて終わりにしとけば、まあ一番目にも言ったようなまあ綺麗な別れ際っていうことでね、またそこでリセットされて、あやっぱり彼女良かったよねっていうふうに思うこともあったりすることがあるよねと。いうことで、まあ会う必要性があるから会いたいと思うわけだが、ね、そこに愛情もクソもないのに会う必要があるのかっていうとそうじゃなくて、逆に言うと何もない状態だからね、まあ、会った時に、そこをプラスにね積み上げができるようなことをあなたが仕掛けておくならば
また今後ね、そこからご縁が結ばれることもあるんじゃないですかというようなお話でした。さあ、ということで、全5項目ご紹介差し上げました。あくまでもね、男性、の側の意見と、いうことでご紹介差し上げてるし、まあこれ別に男性が全部が全部そうかというとそうでもないんだが、まあでもおおよそこういうことだよねと。ただ途中ね、言いましたように女性はね、もう完全に終わってしまってね、完全に次の人とか見つかっちゃったりするとね、はっみたいなね、誰あんた、今更会いたいって何だろうみたいなね、ていうか名前も忘れちゃったんだけどさ、なんだっけ誰だっけみたいなね、こともよくあったりするから、まあ、あなたの方がね、もう完全にきれいさっぱり忘れてればどうって話じゃないかな、そんな流しはいいだけの話ではあるんだが、まあ、何かしらね、あなたも彼に対して、まあ気持ちの中でまだ整理ついてないようなことがあった時に、まあ、彼がねどういう時に私に会いたいんかなというふうに考えるならば、まあこういう時じゃないですかということをちょっと頭の片隅に、まあ、置いといていただいて、まあ、それが気休めになるんであれば気休めにしていただくといいのかなと、いうことで現場からは以上です。